ニコラス・サンド、ニコラス・サンド、ニコラス・フランシス・ヒスキー、1941年5月10日、2017年4月24日は、永遠なる愛の共同体における1966年から1996年の間の闇の科学者としてサイケデリックなカルチャーで熱狂的な人気を集める人物である。サンドは、ニューヨークのミルブルック邸での冷静探求同盟の一環として、 大量の LSD の製造や DMT を記録上初めて合成した地下科学者として知られる。サンドは1941年5月10日にニューヨーク市ブルックリンクに生誕する。両親が離婚し、母方の姓を選んだ1959年にエラスムスホール高等学校を卒業し、イスラエルの器物で1年間働いた。1966年に ニューヨーク市立大学ブルックリン校で人類学と社会学の学位を取得した。サンドはゲオルギー・グルジエフの教え、異文化の研究、東洋哲学に興味を持った。1961年には初めてメスカリンを体験する。それからメスカリンと DMT の製造のために香水会社を立ち上げた。1960年代後半には 永遠なる愛の共同体が流通させた LSD を大量に生産した。オレンジ色の錠剤の LSD、オレンジサンシャインは世界に流通した。1974年1月30日、ティムスカリーとサンドは有罪となり、ビリー・ヒッチコックや密告者の証言がある程度原因となった。裁判では、LSD-25 ではなく、オールド -52 を作ったと弁護した。 LSD 科学者のウィリアム・レオナルド・ピカードはサンドの法的用語の資金に貢献した。1976年にサンドはカナダへ逃亡し、東国を逃れた。サンドは西インドのオジョーのアシュラムに旅し、最終的に北、アメリカに戻り大量の LSD を製造した。1990年にブリティッシュ・コロンビア州で薬物生産のため逮捕されたが、 偽名であったため警察は身元を特定できず、保釈中に逃亡したサンドは1996年に再び逮捕された。警察への協力を拒否し、捜査団はサンドの身元を特定するのに2ヶ月を費やした。サンドの研究所からは、43g、約43万回分の LSD の結晶、また DMT、2CB MD、MDMA、 50万ドル相当の現金と金塊が見つかった。LSD の歴史家であるジェシー・ジョルノはサンドの逮捕によりアメリカ合衆国における LSD 供給の正期末の減少につながったと指摘した。2017年4月24日、75歳のサンドはカルフォルニア州ラグニタスの自宅で睡眠中に心臓発作で死亡した。ありがとうございます。